就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。岸田文雄首相は、福島第一原子力発電所の処理水放出に伴う、中国からの不審な電話や、嫌がらせ行為に対して、遺憾な言葉との立場を明らかにした。中国の行動として、日本人学校や大使館への投石事件も報じられ、首相は、法人の安全確保を最優先にすると述べた。東京電力ホールディングスは、24日から27日にかけて、中国からの不審な電話が、6000件以上あったと、報告。福島市も同機関に770件の不審な電話を受け取り、これらの電話の多くが中国の国番号86からのものであった。中国外務省の王文斌氏はこれらの事件について知らないとコメントし、中国は外国人の安全と権益を保護してきたと主張した。一方、日本の外務省は中国の駐日大使に対し、法人の安全を確保するよう求めた。福島市では原発事故後の復興に関する会議を開催、関連の閣僚や地元市長が参加し、風評被害への対策を話し合った。宮城県の村井知事は中国政府の非科学的な対応を批判し、感情的であると指摘した。政府及び与党は燃料価格の上昇を緩和するためにガソリン補助金を拡大延長する方針を固めている。この取り組みの目的はレギュラーガソリンの全国平均販売価格を1リットルあたり180円以下に保つことだ。具体的なガソリン価格の目標は170円台とし、この点については政府、自民党、公明党との間で調整が続けられている。8月21日のデータによれば、全国平均のガソリン価格は 183.7 円となっており、これは14週連続での上昇を意味する。またこの価格は最高値である 185.1 円に迫っている。岸田文雄首相はこの問題に対応するためにガソリン補助金の延長を検討するよう与党に指示している。政府与党の間では現行の補助金の算出方法を見直す動きもあり、全国平均のガソリン価格が180円を超えないように2兆円のガソリン補助金予算の残りを利用して補助金を増額する方向性が示されている。また2023年の1月から9月までの電気都市ガス料金の軽減措置も引き続き実施されることが決まった。2022年度に地方自治体が行った新型コロナウイルスのワクチン集団接種は個別接種に比べてコストが高かったことが財務省の調査で明らかとなった。集団接種の1回あたりの単価は約1万8000円で、個別接種よりも 80% 高かった。集団接種の利点は多くの人々に迅速にワクチンを接種できる点にあり、感染の拡大時にはこれが非常に有効であった。事実、2021年6月には集団接種により1日100万回接種が実現された。105の自治体に対する調査では、集団接種のコストが高い理由として会場の利用料、設営費、医療従事者の人件費などが挙げられた。特に医師の時給は通常のワクチン接種と比べて2倍以上の金額となっていた。新型コロナワクチン接種の予算は2022年度までに6兆円を超えるとされている。しかし接種のペースは減速しており、特に20から40歳代では2回接種を完了した人は8割前後、3回接種した人は6割前後にとどまっている。感染状況を鑑みると、社会全体としては集団接種よりも個別接種に移行した方が効率的であるとの結論となった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。